時間とか風によっては電波が届くよな。天下、やっぱりチタンの鍋はね焦げますね。日が落ちましたね。どうでしょう。いい感じで流れてますよね。チーズ入れてみようか。溶けないのかな、こいつ。確か。これは。アンパンがご飯の。やっぱ前準備、前練習してないとダメだね。ご飯炊くのは磨くわ。なんでは炊けねえ、大失敗。まっ、カレーうまいっす、うまいっす、うまい。チーズだね。アンパンをつけて食べてみよう。うん、思ったより合うな。残りのポテトサラダを全投入。そしてここになんと卵投入しよう。もうええやろ。火通して、さあ卵もうまいこといったと思うので、これちょっと混ぜちゃいまーす。でうまそう。ほら、ではね、改めて火を切っていただきます。うまい。よいしょ。だいぶ寒くなってきたのでコーヒーを入れようと思います。さあいただきます。
とはもうね寝るだけなんですよ。現在気温は8度か。8度、まあ氷点下にはいかんと思うけどね。時刻は6時12分ですね。ここからね、12時間ぐらい、12時間もまあ言わんけど、まあ10時間は何もやることがないですね。2度か1度かな。外は霜が降りてるので氷点下だと思います。いいね。